スーパーファミコンアワー爆笑問題の長えよ放課後の王様。爆笑問題の田中裕二です。美味しい生活なんだよ。一番なんだくだらねえなお前はくだらねえことじゃない。一応ほら、はい、社会のさ、そうですね、いろいろ人間関係を築こうかな、うん、何言ってんだお前は。社会の人間関係ですか。いや、いろいろほら、はい、みんなね、処世術だよ俺の。何が処世術。なんかね、緊張してんだよみんな。今日は打ち合わせの時からね、大物ゲストが来ますから。そうですよ、高橋名人以来って言われてますからね。いや、第1回目の下手すりゃ SOS 以来SOS だってゲストじゃねえじゃねえかよ別に。ということで、土曜日のゲーム部の日で、うん、毎回ですね、ずっとこの間まではね、うん、スクエアとかエニックスだとかいろいろ呼んでたんですけれども、うん、今日はですね、本当に久々の大物ゲストというか、まあ、うん、我々の番組始まって以来の大物が来てしまいますけれども、うん、なんと何を隠そうですね、うん、マザー2を作ったことでおなじみの糸井重里さんが今日はゲストです。素晴らしいですね。もうマザーといえばもう私は初めてファミコンのロールプレイングで初めて触れたロールプレイング。それからお前の人生変わったんだから。変わりました。そうだよな、もう糸井さんなんか偉いからね、もう禁煙のこのスタジオの中でもタバコ吸ってんだから、うん、もういいの全然 OK なんだから。糸井さんだったら泉谷さんが吸えなかったって。そうだよ、泉谷さんが絶対吸えないんだよ。糸井さんは OK OK なんだ誰も何にも言わないもん。もうさ、人間の石田ちゃんなんかだって、もうそう、石田ちゃんだってもうガチガチだから。あ、じゃあ俺もコピー考えよう。いや、コピー考えそんなお前偉くなら、そういう立場になるわけだろ。別にコピー考えたからって誰も偉くなるわけじゃねえじゃねえかんな。まあそういうことで。でも確かに緊張しますよね。緊張するよね。で、伊藤さんサングラスかけてんじゃない。そうそうそう、目が見えないからさ、もうなんだこの人は。そうそう、どこ見てわかんないしね。なんかもう年取ったタモリさんみたいな感じある。なんで年取ったどういう意味だ。痩せたタモリさん。年取ったタモリさんってわけわかんない。なんかさ、ちょっと元気のなくなったタモリさんみたいなさ感じあってさ。バイタリティある人だよ多分。バイタリティバイタリティですか。言葉が古いからすごいですね。すごい、バイタリティ。バイタリティ溢れる溢れる。まあ今日はですね、太田館長は当然その、マザーの話したいでしょうし、うんうん、私は腹の引退についてちょっと、いやちょっと時間があれば腹が引退しよう。何でも世の中に何の関係ないの腹は。俺の人生を変えたんだから。それこそいや、腹の人生は変わった。確かに引退によって腹の人生は大幅に変わったと思うけど、お前関係ない。俺はだってこれでもしかしてジャイアンツバー辞めるかもしんないんだよ。かもね。ああ、そう、そう、それは俺の人生。もし糸井さんが巨人ファンじゃなかったらどうよ。何どう人生ど全然違うはずだよ。後で聞いてみるよ、まあ、ね、うん、俺がもし腹が辞めたおかげでだね、うん、ね、うん、もしちょっと辞めちゃったらどうなる。どうにもなんない。お前はどうにもなんない。どうにもなんない、うん、まあ、お前は単にさ、別に見る番組が減るだけのプロ野球放送見なくなるだけの話だろ。まあ、一郎かなんか応援したりするのかな、うん、まあそういうことで、まあ、俺も屋敷の引退についてはちょっと一言あるないよ屋敷については。屋敷については、うん、はい、ということで、まあ今日もいろんな話をね、うん、たっぷりとお届けしたいと思いますけども、うん、今日もマガジンはロボットビルに取りに行ってください、うん、それでは今日の1曲目です。 T-REX で Get It On。Upon you, your dirty sweet, you're my girl.
ゲーム部館長太田光のマザー語っちゃうよ。はい、というわけで今日は我らがゲーム部にあの糸井重里さんが来てくれたということで、いつもと違いますね、始まり方ね。音楽すら変わってるこれ何ですか。そこまでこびることはないだろ。何もこびてるわけない。番組は向けてさ、別にこびてるわけない。なんだイメージが、あ、イメージがわかんないけど、マザーをですね、太田館長がとことんこのコーナーで、語ると。しかも本人の目の前で、緊張します、ね、緊張しますけども、まあでも今までね、いろんな人の目の前でいろんなこと言っちゃうんだから、まあね、はい、ということで、本日のゲストを紹介しましょう。わざわざお忙しいところを来てくださいました糸井重里さんです。どうも。こんばんは、毛利名人です。我々爆笑問題は、初めてお会いするということで、はい、あの前にあの新宿の道で一回すれ違ったことがあるんですけどね。新宿の道で、新宿です。なんか本屋の紙袋を抱えてこそこそとなんか歩いてる二人、見たことあります。あ、そうなんですか。あ、嘘です。あ、嘘。びっくりした。すみません。他のなんかあの、ボキャブラとかでね、僕ら VTR でそれを伊藤さんが見てるっていう場は見てるんですけど、だからね、ああいう風にあの、あ、この人は俺らのこと知ってんだろうなっていう人が最近、うん、ほらそのボキャブラ天国で、うん、あのパネラーの人いるから、うんうん、なんか会った時気恥ずかしい感じがするんだよね。この間あの大島渚監督にも初めてお会いしたんですけども、その時もなんかこうものすごい、それ大島監督もね、ニコニコしてね、なんか自分の孫を見るような目で見られちゃうんだよね。そういうのありますけどね。ということで、まああの実はこの太田はですね、今まで、まあ、ロールプレイングに限らずファミコンの、もうなんていうの、ゲームをやった回数ってどんぐらいだろうね、ソフトの本数って。いや、回数は押し入れあるじゃないですか、あれが全部ソフトなんですよ。普通布団ですよね。普通布団なん普通布団なんですけどね、全部ソフト、布団分だけソフトを持つ男、ある多分だから本当にあのそのまま、今中古ソフト屋さんとかあるじゃないですか、やったらすごい、ね、いや慣れますね、きっとそれぐらい、うん、そう、ね、そうで、そのきっかけになったのが実はあのマザーの1キャーなんですよ。これは本当にそうなんですよ。あ、はいはい、ということで、まああの太田マザーに関しては、まあ、この番組でもあの今までいろいろ発言はしてるんですけども、じゃあこれからとことんですね、そう、いや語る語るね、もうとにかくね、何も台本書いてないね、とにかくねゴルあのねゴルと書いてある。マザーあのそれまであのロールプレイングゲームっていうのは友達とかやってて、ドラクエとかやってて、面白い面白いって言ってたんだけど、あのいわゆるなんかとっつきにくい、あのなんかちょっと特別なやつだけがやるような感覚あったじゃないですか、最先端行ってるみたいなね、当時ね、当時あったじゃないですか。でそういうアクションマリオとかやってると、いわゆるマリオをやってるうちはまだファミコンの何たるか分かってないみたいなね、そういうのがあって、で食わず嫌いだったんですよ、でちょうどそのマザーがあれ何年前ですかね、マザー1は89年とかそういう感じじゃないかな。そうですね、89年、多分、89年、っていうとだからもう86歳、僕らがあの爆笑問題が88年に結成して、年で1年後ぐらいでしょ、大体だ89年ぐらい、でその頃ね、ちょうどうちの今のかみさんと知り合って同棲始めた頃なんですよ、同棲始めた頃の。それで同棲体験を語る。そうなんです。だ結婚したのもマザーのおかげかもしれない。そう、マザーが取り持つ縁なんですよ、本当に。あのマザーがまあそこまでなんですけど、そう、俺も何もそこまで自分の人生まで変えてまでそんな言うことはないんですけど、あのマザーをあのそれまでアクションゲームをね、二人でやってて、で
これファミコン結構面白いねっていうことになってて、うん、でうちのかみさんもどっちかって言ったらロールプレイングってつま、うん、あの要は難しいんでしょっていうの、うん、でそれがあったんだけど、その天下のその糸井重里が、うん、あのゲームを作ったっていうのがちょうどその時で、うん、あだったらこれやりやすいっていうね、うん、あの今までのあれよりもいわゆる舞台も現代だし、うん、あのとっつきやすいっていうイメージがあって、じゃあちょっとやってみようかっつったらもう、うん、その日から3日間徹夜で3日でやったんですよ。うちはすごいね、うん、3日でやったんですよ。疲れたろうな。いやもうねでもやっぱカルチャーショックでしたね。あこんなものなのかと。で次から次へと事件が起きるじゃないですか、で町の雰囲気がそれぞれ違う町があって、うん、あの次の町へって行きたくなってやめられなくなるっていう、うん、いわゆる中毒みたいになるのが、うん、もうそこでどっぷりハマったんですよ、うん、で俺はまだねそれでも途中寝てるんですよ、うん、もう全然意識がない時があるんですよ、うん、コントローラー片手にもう寝ちゃってんだけど、それは俺も経験あるよ結構、そのまま寝てたって寝ちゃうんですよね、うん、でも持ってんですよね、うん、あれだけど、で俺はその時はねたまたま仕事がなくて、うん、あの3日間ずっと休みだったんですけど、うん、うちのかみさん仕事があって、うん、で2人でねとにかく2人で旅をしてるっていう感覚だから、うん、どっちかがやれない時はどっちかやっちゃいけないんですよ、うん、うちは未だにそうなんですけど、うんうん、で2人あの要するにセリフをね、うん、読み合うんですよ、うんうん、声を出してね、うん、疲れたろうな、そうすんごい疲れるんですよ一日中仕事してるような声が枯れたりして、声枯れたりしてで、ね、うちのかみさんは途中仕事行ってんだけど、うん、その間僕は寝てるんですよ、うん、と帰ってくるとまた始めるんですよね、うん、それでね結局3日間全く寝ないでやったと。それ以来ねロールプレイングゲームはねもうずっと、でも未だにあんだけのなんつうのかなショックを受けるゲームってのはやっぱり最初だし、うん、ないですね。最初の男は忘れられないですよね、うん、マザーから始まってるんですよ。でもね本当に例えば今この番組とかを、うん、まあこれゲームの番組じゃないですか、うん、やるきっかけになったの本当にもう、うん、あのマザーから、うん、もう僕相棒だからずっと見てるじゃないですか、うん、でもう映画とかねそれまでは小説とか本とかそんなばっかりだったのが、ゲームとそのマザーをやってからが、うん、いわゆるそういう文化の中でゲームが一番だって言い出したんですよ、うんうん、そうそう、それを言わせたくて作ったの、ね、え、あじゃあもう思い通り、思い通りですよ、もう一つの理想像がこれありますね、だからね本当ねそれまでねあのいわゆる糸井さんっていう存在を、はい、コピーライターとしてしか、うん、僕は見てなかったわけじゃないですか、うん、ちょっとコピーライターって普通素人考えたら、うんうん、あのそれこそ一行でね、うん、企業1000万円と言われてます ね楽な仕事しやがってとか思うじゃないですか、俺も思うよ本当にね糸井さんっていうのはすごい人なんだって改めてね、あのマザーでっていう人も多いと思うんですよ、上がっちゃいますねそこまでいや本当にねそれはもういわゆる 今まで僕らが尊敬していたあの小説家とかね映画監督とかと、うん、もうそれ以上 の、 あの存在にしたもんですね。でもどう言っていいか困っちゃいますよね。帰らずにこのままいようかな、ね、結婚したいぐらいですよ。結婚してどうすんだよ。二人とも家庭があるみたいですから。いやでね、あのマザーね今考えても、うん、あの今出してもね多分ねあれがやっぱり今のスーパーファミコンのロールプレイングよりも優れてるって思うのは、うん、あの街のね雰囲気とか、うん、あのいわゆるなんていうのかな、だからね僕はね正直な話マザー2はね、うん、ちょっと違うんじゃないか、結構そういう人多いですよ、うん、でしょ、うん、なんかねあのマジカントっていう、うん、あの街がね、うん、はいはい、最後にマザー2は最後に出てくるじゃないですか、うん、でマザーの時は途中に出てきて、うん、あの街の存在がね、うん、ちょっとねマザー2でのマジカントの雰囲気っていうのは、うん、なんかねあのマザー1の時のあの欠落感とか、はいはいはい、なんか不思議な、うん、あの何とも言えない、まあ、言うに言う、うん、言われない雰囲気っていうのが失われてるっていう気がしたんですよね、うんうん、なんかあのちょっとねネオンっぽく図星です、図星、そうでしょ、うん、でそれがねやっぱり今のマザーの最初のからマザー2に変わっちゃった変化が、うん、今のあのスーパーファミコンのロールプレイングが全体的に、うん、あのそういう傾向にあるっていうかね、うん、そういう簡単さっていうのかな、うん、なんかあの旅をしてる雰囲気、うん、僕はねあのロールプレイングゲームってのは旅をしてる雰囲気が、うん、ロードムービーなんですよね、うん、すごくね、うん、あってそれがねなかなか次の街にたどり着けなかったり、うん、次の街が全然予想してた街と違ってたりとか、うん、
そういう独特の雰囲気がだんだん失われていくっていうのが、うん、やっぱマザー1からマザー2への流れがね、うん、どうもそういう気がしてね、うん、そのご意見はありますね。で、うん、僕もそれは思い当たるところは結構あって、うん、やっぱり1の時っていうのは素人だから文法も知らずに英語喋るみたいなところがあります、だからその気持ちは一番伝わるわけですよ、逆に言えばね、うん、だからその I want you って言わなくても、うん、お前が欲しいって言ったら手を出してみようとか、うん、いろいろこう、うん、もどかしいような何かあるじゃないですか、うん、でそれで作ってたから2になるとこう言った方が喜ぶかなとかっていうのは、うん、やっぱ大人になっちゃうわけですね。あ、なるほどな、そういうのあるかも分かんない、そこはしなきゃよかったっていうところもありますね、うん、なるほどね、うん、まあね本当にね、マジカンとのあのフライングマンがいるじゃないですか、はい、ですよね、あれね、墓が立っちゃうやつ、そう墓が立っ、絶対一人も殺さずに行こうと思うじゃん、そうそうそう、であれさ墓参りしたらなんかいいことあるかなと思ったら別になかった、そう、そのまんまのあれが墓ってそういうもんですかね、そうなんですよ、だあれがなんとも言えない、なんかが足りない雰囲気が、うん、そこがいいんですよね、あのマザーっていうのは、だやっぱ今糸井さんが言ったことが多分そうなんだろうな、うん、きっとやっぱりそのゲームのプロじゃない人が、うん、そのやりたいことを好き勝手にやったっていうところが、うんうんうん、多分良かった、だから荒いとかいうのもあるのかもしれないけどね、だから好き勝手にやるって言ってもできないわけですよ実際はね、うん、で特にファミコン版の時っていうのは容量の問題とか表現力の問題があったから、どっち取るかって言った時には自分の考えを先に出すっていうこと で、うん、で2になるとできることがちょっと増えるから、うん、じゃあそれも入れてあげようと、うん、例えばそのマジカンと今度も入れてくれるんですよねっていう手紙とかいっぱいもらうじゃないですか、と2を作る時にはマジカンと作る必要ないと思ってたかもしれない、うん、もう今じゃもう忘れてるんだけど、うん、そうするとそんなに言うなら、うん、やっぱりフライングマンは、うん、そのヒッチコックが映画の中にヒッチコックちょっと出るみたいに出てもいいかなとかって、こう妙な思いやりを、うん、その子供に対してこう親バカになるような、うん、余計なことしちゃうんだと思うんですよ、できちゃうから、だから両方っていうのはコアな不安にはあんまり喜ばれないですよね、だから、うん、ダイハードダイハード2とか、うん、バックトゥーザフューチャー2とか、うん、そのお客さんを必ずドーナツ状にこう広げていくじゃないですか、うん、でその広げていく時の最初のお客さんがこぼれちゃうっていうのは必ずありますよね、うん、確かにね、ジュラシックパーク2なんてもしやったら、うん、恐竜の出る場面もっと多くなると思うんだよね、ああそうでしょうね、あの少なさがいいんだとかね、うん、なるとは思うんですけど、ね、よくありますよね、番組でも深夜でこう、うん、マニアックにやってたの、うん、これちょっといい時間に持ってったり、ね、ゴールデンでやろうっつとやっぱ違ってきちゃうっていうの、うん、そういうのあんのかな、まあね、もったいないですよね、うん、でもそれはやっぱり、うん、まあね、キャラクターの中ではマザーはお前ら何が一番好きだ、キャラクター、うん、いやキャラクターっていうかね、マザーはね、うん、自分だし、うん、主人公ね、まあね、自分、うん、全く自分だしね、キャラクターっていう感じじゃないんだよね、全体の雰囲気なんだよね、で本当に一つの映画とかなんかを見た後の雰囲気、それでしかも最後の戦いに山の上の方に行くじゃないですか、うんうん、山小屋の、うん、とも言えないね、なんかねこれから戦いに行く前の、うんうん、なんか怖さと、うんうん、なんか二人っきりでそれで踊ったりするじゃないですか、うんうん、女の子と、うんうん、あれがね、なんとも言えないね、なんか彼女ともうここで最後になるかもしれない、本気でね、なんかねそれがまたうちの神さんと付き合い始めたし、同棲時代に、ねはい、ぴったりマッチするんですよ、オカメインコ、そうなんです、はい、それでね本当にね悲しなんかことをなす前のね、うん、ねなんかドキドキっていうかね、うんうん、あれはねちょっと怖さもあるじゃないですか、うんうん、あれがねやっぱあれ以来感じてないですよね、うんうん、ロールプレイング、うん、確かにね俺やっててねあそこまでの感情を感じられるものなのかってやっぱ思ったからね、うん、一つのドラッグに近いですよね、うんうん、そういう意味じゃ、うん、読本とかね怖いよね、怖いやってて怖いんですよね、うん、怖いあのゲームすっごいなんか、うん、そうそうそう、それなんかサスペンス的なドキドキじゃなくて、うん、でしかもね最後までね怖さがある何かわからないものがね、うん、残ってるんですよね、うん、全てはわからないまんま
あのマジカントっていう国は一体何だったんだろうとか、うんうんってね、あの子供たちが住んでたあの町は何だったんだろうっていうのが最後までわからないまんま、うんうん、あの最後の敵まで敵もわからないまんま終わるから、うんうん、そこがいいんですよね、うんうん、だからそれがね今分かりすぎちゃうっていうのはあるのかもしれない、うん、今だから世の中のこう謎ってないじゃないですか、うんうん、そうですね、で大体もう全部暴き立てて全員が何でも知ってるって状態になろうとしてるみたいなとこあって、うんうん、それって寂しいよね、寂しいですね、で、うん、最後の謎は自分ですよね、うん、マザーっていうゲームを作る前に糸井さんがどういうゲームを作ろうってことであのゲームになったんですか。あのねさっきからその大津さんが一生懸命こう言ってくれてるのがズバリその動機なんだけど、単純に言うと小説とか映画とかいろんなジャンルあったけど、それとゲームがあのどういうんだろうな、拮抗するメディアだと思いたかったんですよね。それがまず一つからもう一つはあのゲームでだったら今もう映画や小説で言えないようなセリフが言えるんですよ、うんそうですね、つまり、うん、その小説で正義は勝つっていうのを作っちゃったら無職もなんともないんですよ。でそれはもうテレビドラマでも何でもそうだけど、私あなたを愛してるっていうそのすっごい凡庸なセリフが、うん、ゲームの中でだと使えるんですよ、うん、でその講談本みたいなセリフを、うんみんなが書きたくてしょうがないのに書けないでいる、うん、で実際に現実っていうのは陳腐なセリフで物が動くんですよ、うん、いいぞだとかね、例えば僕よく例に出してたんだけど、うん、その旦那さん腹の不安らしいけど、腹、うん、がバッターボックスに立った時に本当に出てくる一言っていうのは腹ってこの二文字なの、うん、あもうその通り、うんね、そうですね、うんそのホームラン打ってもボンタでもハラーなんですよ、うん、そうなんですよ、ええ、でそのハラーっていう小説があったらみんな笑うよね、笑うっていうか、なんだそれはって思うよ、でも実際に使ってる言葉っていうのはこう思いの丈を込めて喋る限りはハラーでいいんですよ、でそれが一番純粋なんですよ、でお前の子供も見てるぞって言ったら嫌味じゃないですか、そういうヤジ僕大嫌いなんですよ、要するに球場はいいぞとか腹とかウォーとかそういうものだけで成り立ってほしいんですけ ど、 それがゲームの世界だと腹ってあのカタカナだかひらがなだけで腹って書くだけで聞こえてくるんですよ、それが、で、それは他のメディアでは使えなかったんですよ、で思いっきりその凡庸なセリフをそのなんていうかなゲームの中で入れて作りたかったんですよね、で私あなたのこと好きって言っても通じる他のメディアではできないんですよ、でそれがやりたくてやったらやっぱりまあここに一人は同世時代オカメインコマザーっていう人が出てきてくれたわけでね、でも多分いっぱいそれがいるからあれだけヒットしたわけだし、あのね、僕はそのマザーやった後ドラクエとかやったんですけども、あのマザーの街っていうのは、っていうかあのいわゆるマップっていうか全体のフィールドとその街の中とか自然に行くじゃないですか、いわゆる一個のアイコンっていうかマークが街になってて、そこで展開して街になるわけじゃないじゃないですか、あれにしたのがやっぱ大正解ですよね、マザーは。あれはね、賛否両論あってね、あれやるおかげで地図が広くなっちゃうし、その歩きづらくなるしとかいろんなこと言われたんですけど、やっぱり僕はその地続き感っていうのが欲しかったんですよ、だからゲームの世界と、それからプレイヤーとも地続きであってほしいし、その全部こう、あ、同じところで何か行われてるんだって感じが面白いんですよね、それをまあ中でやれたとは思うんですけどもね、でも賛否両論なんですけどね、で両方聞くとまたダメなんですよね、まあね、僕はねあれがやっぱりね、次のだからあれが最初だから、ああいうもんだと思っちゃって、その後いろんなロールプレイングゲームやって、あちょっと あれだったらいいのにって思いましたね、すごく、まあ話は尽きないようですけども、マザーについてはまあね、もう随分語ってもらったんで、いやまだいやまだ大丈夫けど、まだまだ一応まだだボキャブだ次のコーナーでは、
今後の RPG ロールプレイングゲームについて、うんうん、でも糸井さんもうなんか興味なさそう。いやいやいや、そんなことない、そんなことないですか。これからはね、うん、あのいやまずはあの今後も含め、ね、あるかもわかんないどうかわかんないですから、うん、それについてちょっと、語っていきたいなと思います。はい、レインボーブラックシープオブファミリー、太田式これからの RPG 大討論会。はい、ということで、はい、糸井式のような感じでもうざっくばらんなお話をしたいと思いますけど、うん、まああのマガジンの方にですね、うん、太田が、まあ、これからのロールプレイングゲーム全般についての意見とかが書いてあるんで、うん、まずそちらの主張を聞いてもらって、うん、糸井さんの意見とかもですね、うん、聞いてみたいなと思いますけども、うん、こうこれ似てるよね、似てる、俺もそう思う、うん、俺だなって思う思いますよね、俺ね、うん、よく思わないのもあるじゃないですか、はい、ありますよね誰だろうって、ということで、はい、めくってみましょうか、これからの RPG どうなるべきかですね、まずストーリーについて、うん、太田光の意見、うん、ストーリーは難しい内容を分かりやすくが基本、うん、だからといって誰にでもできるただボタンを押すだけのゲームじゃないと、うん、個々の世界観を引き出し展開させる素晴らしい伏線的ソフトを作っていくべきだ、うん、真面目だね、随分ねってことね、うん、漢字も多いね、うん、漢字も多い、うん、あ、これも続いてですか、うん、映画的ソフトを作るな、
まずはその原作読み物的ソフトを作れ、うん、その後その原作を監修し頭の中の中で新たに映像化するのがプレイヤーなのだと、うん、あのね、うん、これさっき糸井さんがおっしゃったことと同じなんですけどね、うんうん、結局あのなんていうのかな、その単純なね、うん、そういうセリフとかっていうのが、うん、本当にあの今のロールプレイングゲームっていうのはすごいイベントが多くて、うん、でなんていうのかな、いわゆるやってる方が、うん、あのそれこそ正義が勝つみたいなね、うん、単純な臭いセリフだったり、うん、本当に本質だけを言ってたりすることを、こっちがもっとそこになんていうのかな、いわゆる逆に映像をこう想像して補ってやる部分が、そのロールプレイングゲームってすごいあって、で例えばグラフィックなんかもそうなんですけど、最近のロールプレイングゲームっていうか全般的にこうハードが良くなってるから、本当細かい書いてあるんですよね、あの表情とかが。でそれはねすごく、あのそれを見せられちゃうと、もっとドット絵でいいと、うん、本当にそこでそれを見ながらこっちが作ってる部分ってあるじゃないですか、映像にしてもそのストーリーにしても、うん、分からない部分をもっと多くしておいて、うん、それにこっちがかぶせていく感情を、うん、そういうなんかそういうソフトがねだんだん少なくなってって、うん、っていうことなんですけどね、うん、だから、まあ、要は、うん、言ってみれば実写の映画にだなればいいっていうことになっちゃうんですね、最終的にね、そっち最終的にはその、うん、ね、3D とか、うん、CG なんかで今どんどん進歩していけば、うん、映画と変わんなくなっちゃう、うん、でそれがやっぱ映画と小説の本当に中間にあるものだと思うから、うんうん、どっちに寄っちゃってもダメだし、うん、っていうのがあって、それはね、うん、結構まあ大きい問題だと思うんですけども、うん、その大津さんが言ってることは、あのプレイヤーのオリジナリティというか、プレイヤーの想像力をもっと大事にしろっていうことだと思うんですよ、うん、で僕もそれは全く同じ意見なんだけど、悲しいかな、うん、今プレイヤーは俺に想像力を発揮させるなっていうのが世間の大半なんですよ、だから僕はその本職はコマーシャルですけども、コマーシャルでもちょっと謎の部分というか、ここは言わないでおこう、残しておくと何言ってるかわからないって答え返ってくるわけです。でゲームなんかでも、例えばの話、その女の子が仮に出てきて、うん、その子は、ドアの向こうにいて見えないとするじゃないですか、セリフだけ聞こえるけど、うん、そうするとどんなやつなんだか見せないのは不親切だ、つまりなんていうの、おむつしてバブバブ言ってるような自分っていうのばっかりが、うん、こう主張してるっていうか、うん、そういう時代になっちゃってるんですよね、だから作る側っていうのは、うん、その皆さんを信頼しているから自由にさせますよみたいにしてる部分を削らされちゃうわけですよ、だからコントでもそうじゃないですか、わかんないよって言われたらもうおしまいじゃないですか、だから分かってほしいっていう気持ちはたっぷりあるんだけど、でも全員に分からせるのは無理だなって思うわけですよね、特にゲームの買ってくれる人の人数っていうのは多いから、分かんないよって言われることに対して本当に困っちゃうんですよね、でそこがそのゲームをつまんなくしている原因、うん、でしかもアンケート取ったりすれば、うん、今考えてることしか丸つけないわけですよ、うんうん、これから何かが新しい何かが変わっていくなんていう時にはやっぱり物を作る人間が変えていかない限りはできないのに、うん、アンケート取ったらあなたはこれからのロールプレイングに何を望みますか、うん、と今ファンタジーもので面白かったらファンタジーものって丸つけますよね、うんうん、とやっぱりファンタジーものかって言ってファンタジーものを作る、うんうん、っていう風になっちゃうわけで、うん、同じファンタジーものをやるって決めたらそれはそれでやり方はあると思うんだけど、うん、なんていうかな、世間様、現在の世間様に答えを教えてくださいっていうやり方をしてるとどんどん物ってつまんなくなっちゃうんですよね、うんうん、でこの話を、うん、あいつらはまたせっかくギャグを聞こうと思って爆笑問題を聞いてんのに、うん、あんなややこしいこと言いやがってっていうお便りがまた来るわけですよ、うん、それじゃ普通じゃないかみたいな大人みたいじゃないかみたいなだからか、ね、そこが悔しいですよね、うん、それを言ってんのは、うん、でもあれですよね、結局アンケートに、うん、答えるやつらですよね、そうです、だ結局その大半の連中ってアンケートなんかに出さないじゃないですか、うん、そこをやっぱり
あの感覚として作る側が持っとくべきですよね。だから新しいことをやりたいっていうのはやっぱり一人一人のこう個性が生み出す、うん、その彼の脳みその中っていうのがよそで見たことないものだっていう時に新しいことが始まるわけだから、うん、やっぱりちょっとその時点ではあおかしいんじゃないのっていうことさえあるんですよね、うん、でそれが引っ張っててくんないと、例えばさ世の中の動物が全部犬だったとするじゃない、うん、オカメインコなんかもいないの、うん、った時に突然象を見せられたら、うん、その今まで犬の中からどれを選ぼうかなって時に象を見たら、うん、いいなでかいだけでもいいぞみたいな、うん、そういうことを次々に誰かさんが考えていくしかないんですよ、うん、話し合ってできない、うん、そうですよね、レトリーバーがいいか、うん、シーズーがいいかなんて話をしてる時に、うん、俺はこの犬がいいって言って象を連れてきたら、うん、面白いじゃない、うん、そういうことをやりたいですよね、うん、だからやっぱ一般的になりすぎちゃうとどうしてもそういうことになってくんだよな、だからそれ芸能界も何でもいろんなところでそうだよねだと思うけど、ただそれは割とね僕は日本独自のなんかそういう流れみたいのがあって、うんうんうん、いいことを言いますよ、日本とね多分フランスとロシアなんですよ、でそれはね農耕民族なんですよ、農耕民族っていうのは同じ時期に雨が降るから田植えをして、うん、で自分一人じゃ田植えってできないから、うん、みんなを寄せて、うん、集めて、うん、でその中で一人サボるやつがいたり一人変なことで、例えば田植えまっすぐにこう正方形に埋めようって言ってる時に、うん、俺はここでパズルのように埋めたいって言ったら、うん、困るわけだ田植えは、うん、で要するに変なことをするやつを排除して、うん、で実りを迎えて、うん、みんなで分けてっていう、だからマルクス主義が根付いたのとその今言ったような考えと農耕民族っていうのは全部一致してるんですよ。なるほどね。騎馬民族っていうのは基本的に狩猟する人たちは一発当てないと生きていけないんですよ、みんなでじゃあ均等にこっから森に歩いてって、獲物を取ってこようぜって言ったら狩猟って成り立たないんですよ。そうですね、やっぱりこの辺だろうな臭いぞ、あやっぱりダメだったっていうのを繰り返して当てないと、だから野茂のその大リーグの野球も、うん、そういう人たちのところに行ったからうまくいった、すごいスケールの大きいとこから変えていかないと、そうね、いけないんですよ多分でもね、すごくわかるなそれ、そうわかるんですけど、その中で、うん、まあフランスロシアのことは僕はよくわかんないんですけど、うん、日本っていうのはそれでもなんかそのアメリカナイズされちゃってるところがあって、うん、そっちに行く可能性も秘めてるじゃないですか、うん、そうですね、でそこがすごく例えば映画なんかでも、うん、映画がだんだん衰退していく中で最初はでも日本の映画ってすごかったっていうのがあって、うん、黒沢映画なんかもすごい、やっぱり未だに僕は世界中の映画見ててもやっぱ黒沢映画すごいなって思う、うん、で絵画なんかにしても何にしても日本が最初すごかったものっていうのをアメリカに取られて向こうでどんどんすごくなっちゃってこっちはまた別の新しいこと、で今ファミコンというのは日本が多分一番だと思うんですよね。でそれをそういう農耕民族だった時代からだんだんその人間がアメリカナイズされて人間も入ってきてる時代でこうなんとかねこっからここがね一つのね分岐点で、ここで本当に映画のようにダメになっちゃう可能性もあるし、本当日本独自のものとしてすごいいいものになる可能性もある。 今大事ですよね。今ですよね。景気悪くなると必ず農耕民族の精神に戻っちゃう。ただ面白いのはね、例えば黒沢映画なんか今改めて見ると、七人の侍の三船敏郎なんていうのは、あれ完全にアメリカ人ですよね。そうですよね、笑い方から素振りから、だから黒沢さんっていう人が徹底的にアメリカ映画好きで日本に置き換えて作ったんで、そのやり取りがものすごく面白いと思うんですよ。でそのやり取りみたいなことがもっと、行われ、だから僕本当に野茂の活躍っていうのはね、逆黒船というか本当に面白かったですね。であとその野茂を破ったのが日本で日本の野球を学んだジョンソンなんですよ。レッズの監督っていうのはデーブ・ジョンソンっていう人で、巨人のセカンド守ってた人 で、こういうせこいことやった方が得だなっていうのを学んでた人なんですよ。なるほど、ね、だからそうですね、ドラマは今年大変な面白い話だったんですよね。で
レジー・スミスがそのうちドジャースの監督になるかもしれないってなって、うん、これもジャイアンツ、スミスのがね、あ、上から読んでもスミス、下から読んでもスミス当たり前のこと言ってる伊藤井だってそうじゃないですか。そうなんですよ。屋敷はどうなるんですか。いや屋敷の屋敷はまあね、屋敷の今後がね、うん、まあとりあえずヒゲ剃る心配ですけど、とりあえずヒゲ剃るまあそれはいいんですけどね、深いですね、うん、次のちょっと、意見、キャラクターについて、これはさっき言ったが、うん、とにかくデカすぎるってこと、うん、そうそう、だから何でもね、その付属品とかいろいろ、あの服とかも、うん、あのいろんなデザインがこうあるんだけど、うんうん、なんかね最近のはデカいんですよね、うん、一つのキャラクターが画面、テレビ画面のサイズに対してちょっと比率的に言ってね、うん、デカいんですよ。まあ、うん、早く言えば情報量を多くしたいんですよね、うん、で絵を描く人は自分をやっぱり出したいから、うん、自分の情報量をたくさん出すっていうのは大きくすることなんですよ、ね、と同時にそのメカが良くなった分をさあ良くなったんだよって表す必要があるぞってみんなが凶悪観念で思ってるんですよね。貧乏性本なんですよね、うん、つまり、ね、冷蔵庫買った人が道に冷蔵庫出してるみたいなもんなんですよ、うんうん、その冷蔵庫閉まっときゃいいものをそんな時代じゃなかった今それやったらただ捨ててあるだけだから、うん、まあね、でもしょうがないのかな。でもあのさっきのそうだからね、そう貧乏症なんですよ、うん、貧乏症なんですよ、うん、贅沢に使えないんですよね、うん、名古屋の嫁入りみたいなもんですよ、タンスをぐるぐる回すみたいな、ボキャブラつまんないって言ってたらね、ダジャレ好きなんじゃないですか結構ダジャレは好きなんだよ、ダジャレは好きなんだよね、じゃあちょっと次の提言、うん、他に今もう一度見直さなければならないのがゲームの中での移動手段、旅心がなさすぎる、うんうん、これさっき言ってたやつですね、うん、これはね、うん、これはもしかしたら反対のことも言えるんですけどね、うん、つまりそれを直そうと思ったら簡単に調整できるんですよ、うん、つまり、うん、あと10センチでやどやみたいな発想っていうので、うん、ゲームを作ろうと思えば作れるんですよね、うん、そうですよね、だからそういう意味ではね、うん、このまんまで捉えると簡単なことを言い過ぎなんですよ、うん、でそれよりももっと大事なのは、うん、その宿屋にたどり着くまでにやってた戦闘が新鮮だったんですよ昔は、だから面白かったんですよ。ところが戦闘のパターンに新しいゲーム性がないままに、うん、同じ HP のやり取りだけで戦ってるから、うん、そこに飽きたんですまず、うん、だからそこに飽きたから宿屋を近くしたんですよ、うん、でそういう歴史が多分あるんだと思うんですよ。そうかそうか、となるとじゃあロールプレインゲームのゲーム性ってなんだろうっていうと、うん、戦闘だったのかストーリーだったのか、うん、そのイベントだったのかいろいろあると思うんですけども、そこのところで徹底的にこう煮詰めた経験が皆さんがないんですよね。要するにゲームなんですよやっぱり、うんうん、でゲームでやったりやられたり取られたり取ったりしてるのが面白いからゲームしてるわけで、ストーリーを追ってるわけじゃないわけですから、そこのほとんどの時間にまだアイデアがないんですよ、うん、そうかもしれない、うん、確かにこれからのロールプレイングってことを話す上ではそれはすごく重要ですよね。だからそこを作んないと結局 HP、MP の数字のやり取りっていうところが一歩も出てないから、それの新しさを例えばその宮本茂さんなんかとよく言ってるのは、ロールプレイングゲームに戦闘いるんですかねっていう話を、宮本さんなんかアクションやってますからね、するわけですよ。でそこまで一回遡って、絶対これだったら面白いからいるんですっていう戦闘があれば、うん、宿屋の遠さはもう一回獲得できますよ。今はもうただ火吹くところが見えただとか、あの退屈なものをどうやってあの味付けでごまかすかっていうだけになってますから、本当は一度ロールプレイングゲームの寿命は一回終わってると僕は思いますけどね。確かにその戦闘以外の代わりがね、うんうん、多分日本中のもうゲームやってる人が全員で考えてるんでしょうね。考えてないんです。考えてないんですか、うん、ただだからできたものに対して違うっていうのは誰でも言えるわけだから、うん、それをみんながやってる状態で、うん、作る人が本当にそれを引き受けられてないんでしょうね、うん、もしかしたらその、うん、ファミコンでのロールプレイングゲームっていうよりも最初の、うん、そのテーブルトークゲームですか、うんうん、あそこまで一回、うん、考え方戻って、うん、で、あれがなんで面白いのかっていうのを追求することが必要かもしれない、ね、うんうん、それはそこまで結構してるはずですけども、うん、そこでもう一回さっきの問題に戻るのは、うん、
一人一人の個性が面白くないとテーブルトークって面白くないんですよ ね、 そうですね。七並び一つにしたって、うんね、あの楽しいやつとやってるけど絶対面白いんですよ、うんそうですね、止め方顔つき、うん、息遣い、うん、でそうなるとみんなが平均に面白くやりたいと思った時には、うん、平凡なゲーム性になっちゃう、うん、だからそのハンバーガーショップでお飲み物いかがなさいますかってマニュアルがあるようなものになってしまうんですよ、うん、だから一人一人の個性が面白くない限り世の中は絶対面白くならないんですよね、うん、あ難しいよな大変なことですよ、うん、どうすん館長ん今後のさいや館長もいろいろほら考えてゲーム作るって言ってんだから俺屋敷がねいや屋敷はいいからさ別にえいや坂本龍馬ゲームをね、うん、こうか作るっていう、やっぱそれは今の、うん、いやただねまあ私のその作ろうっていうゲームのあれはまあ、うん、なんて言うんですか趣味で、すっげえ弱気になって楽しみとして作りましょうってことでもそれがいいんですよね要はその、うん、作る楽しみっていうのね遊び心というのが大学祭の焼きそば屋みたいなもんですよね、うん、あそまさにそうなんですよそう、ね、プロみたいっていうのでいいわけですよ、うんうんうん、だからただ趣味の人はその焼きそばにカレー粉入れてみるだとかって冒険できるんで、うん、それは今からちょっと改めて考えた方が面白いと思うんですね、うん、せっかくだから、うん、そうですね、うんうん、例えが素晴らしいね大学祭の、うん、そう焼きそばその通りなんだよね、うんうん、これほんとプロみたいだっていうのが一番楽しいんですよね、うん、一番伸びるんですよ伊藤さんはそれじゃあそれをこう踏まえた上で、うん、そっからまた新しいものを作ろうっていう感覚は今はないんですか？それはだからいつもありますね 今もやってますけどもでも大変苦しいですよね、うん、でみんながブーブー言うかもしれないっていう、うん、ブーイングの嵐の中を歩いていく可能性あるわけですから、うん、そうですよねで、うん、じゃあブーブーをちょっと減らそうと思ってこうやってみたっていうと、うん、コアな不安は、うん一等意外ことやるんじゃないっていうわけでしょそうですよねこれは面白いですよね確かにすごい本当に、まあ、あのさっきのダイハードとかバックトゥザフューチャーみたいな、うん、あれのやっぱり監督さんが味わうことと同じことを味わっていつつあるというか田中さんの好きな原選手が、うん、なぜチャンスにファールフライを打ち上げるかっていうと、うん、遠くに飛ばしたいから、うん、こするバッティングするからですよね、うん、そうです芯を打ったんじゃホームラン飛ばないんですよやっぱこすって球の回転で遠くまで飛ばすわけだから、うん、とポップフライを打つ可能性が増えるわけですよ増えるんですよこうなっちゃうんですよねそうですよね、うん、で、まあ、糸井さんについては今後ということになると、はい、当然マザーの続編が、うん、やってますよこれがやってる、うん、やってる今ちょうど作ってる最中という作ってる最中ですどうなんですかねそのあのいわゆるそう今までの話今までの話に関わることでブーイング受けそうなこともしてますし、うん、からどういうんだろうとにかく裏切るのが僕の仕事だと思うんで、大裏切りはやるつもりですけど、うん、その時にこうやっぱりチームプレーですからね、うん、全選手がもう本当に頑張れるところまで来ないと、うん、やっぱり商品にはならない、まあ、5年かかるとは言いませんけども、うん、あの来年出せって言えば出せる状態で今やってますからあそんなに、はいマザーから2まではのことを考えると、うん、ね相当やっぱりまた何年も先かなっていうのが、うん、じゃあまあまあもちろんまだねいつぐらいっていうのは当然言えないけども、うん、かなり言ってますねかなり言ってると、うん、これはでもマザー3はまた大変楽しみですねまたね、うん、まあ太田は本当にマザー2をずっともう何年も待ち焦がれて、うん、もう今ねずっと話してわかるようにそれでもうネタとかにもこっち影響してくるんですよあはっきり言って、はい、ね、うん、今度こういう、ねうん、あのソフトが来るところとか経験値とかそういう、うん、ファミコンのいわゆる言葉っていうのはやっぱりねそのコントやってたり、うん、漫才とかにはね使いやすいんですよ ね、 ね、うん、もう一般的になってるからね、うん、一般的になってお前は知らなかったんだけどねそうそう俺ずっと知らずにね知らずにね何言ってんだよって言ってるくせに ね経験値って何って言われた時にはねもう何度もやってるネタですよ、うん、そこで受けてるんですからそれでね知らなかったんだね、うん、あったけどね、うんうん、まあそういうことで、うんまあマザー3も期待しつつですね、うん、期待ですね伊藤さんのなんか個人的な何か告知とか なんか宣伝とかあったら何でも、うん、告知はあんまりないですけども今は何せ釣りばっかりしてますから釣り
川野のしずり2ですか、うん、というよりはブラックバスなんですけどね。ブラックバス、あの何かと釣り番組とかやってますんで、あの面白がって、あそうだ釣りのソフトも作ってんだ。あそうなんですか。作ってる釣りのソフトと、あとなんか得体の知れないなんやようわからんものを作ってますよ。これはロールペンゲームでもないし、なんだかもうどう言っていいのかよくわからないものをもう作ってます。それは多分64ビット用だと思いますけど、ね、うわすごいね、うん、じゃあ伊藤さん今3つゲームを携わってるという、ね、うん、あすごいね、いいな、いいね、いいよな、3つを作ってる。一番僕が頑張んなきゃなんないのはマザーで、まあそうですね、言葉の問題とかアイデアの問題ありますからね、うん、あの釣りはだって釣りっていうこと自体がもうあるものですから、それをどう上手に入れるかですから。なるほどね。でも糸井さんって見てるとさ、うん、楽しそうなんだよね。俺いつも話すんですよ。す糸井さんとね大橋巨泉さんはね、なんであんな楽しそうなんだよ。なったって。まあ巨泉さんは確かに、うん、ねえ、人生半分以上はもう今遊んで楽しんでるよね。ねえ、すごいいいですよね。そういうそう言われるのが一番いいですね。うん、まあ。こういう時に本当は苦労してるんですよって言った方がいいんでしょうけど、そんなことはないですね。でも本当美味しい生活を自分でね、美味しい生活っていう言葉を考えて美味しい生活にできたっていう、あの時ディアレンあったんですか。ありました。どんな人でしたか。まあそれ関係ないんですけど、ディアレンっていうのはね、なんていうかな、あの鳥の巣の中にいるヒナみたいな感じの人。もう出たよ、なんていうかな、あーなんとなくでもそうですよね。本当にね、うん、内臓がそのままそこにいるみたいな人、うん、だからふーって吹いたらふー寒いって言いそうな、あじゃあもう映画そのまんまですね。そのまんまで、なんか喋る時もマネージャーのとこにお母さんのとこ行くみたいに、うん、そうそうそうっと相談して、それから改めて笑ったりね。もうこんなやつよく監督やれる。監督ってさ、はい、カットとかってそういう感じじゃないですか、うん、それをひながやってるんですよ。あわかるわ、びっくりしたね、本当にこういうやつなんだ。だからさっきから言ってるけど、一個の個性ってそんなひなみたいなやつでも大丈夫なんですよ。そうですね、うん、だから頑張ってほしいよね。よくわかんないけど最後はうちやの頑張ってほしい。そういうことでございます。最近いいんですよ、そうね、はい、ということで今日はお忙しい中どうもありがとう、はい、またぜひこの番組に遊びに来ていただきたい。タバコを吸う用意しますんで。え約束だ。なんでお前がそんなこと。いやいや、だって今度また来てくれたらそれぐらいしないと。分かった、ここからビニールパイプ通して大工事しなきゃいけない。換気扇を利用して。換気扇利用して。はい、ということで、でも洗濯機はもう新しいメディアですから、ね、そうです。あ、洗濯機は僕手伝いますよ、うん、ね、参加してほしいですよね。これは手伝うよ。俺は手伝う。巻き舌手伝うよ。あ、そう、うん、あ、いいじゃないですか。これ誰も今日ね、いないですね、セントギガの。いなくてもいい。いなくてもひっそりと手伝うよ。あ、ひっそりと、うん、ねえ、ぜひ、ね、心強いですね、うん、はい、セントギガ、ここで背で巻かないよな。背は巻きようがないよ。セントギガということで、今日のゲストは糸井重里さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森明治でした。パッドベレターハートブレイカー。To be
伊藤さん帰っていっちゃいましたけども、すごいいっぱい話してくれて ね、よかったですけどね、坂本龍馬ゲームのですね、企画書も、もう渡しましたんで、あれもじっくり検討してもらって、であのほら先週さ、書き直せっていうことになったじゃない、書いたの？書きましたよ。書いたんだ。書きましたよ。2日徹夜して書きました、ね、2日徹夜して書いた、今日はねマガジンに載っけられなかったんで、来週、必ずこれをまた載っけますんで。じゃあもうちょっと遅くてよかった、ね、よかったな、うん、あの何かなり変わったん？変わりましたよ。かなりこれはじゃあ結構もう新しい坂本龍馬ゲーム、もう早くも2でもあの今日の糸井さんの話聞いてまた書き直さなきゃならない、ま、ちょっと思ってます。ちょっとね、はい、それからね、サテラビューのねなんとサテラビューが11月1日より店頭販売すること。店頭販売、これが店で買えるようになったということでね。夜店とかそういう、いや夜店じゃ買えないと思うけど普通のお店で買えるようになったということで、まだ持ってない人もですね、11月1日から買っていただきたいと思います、ということで、我々はまた、来週の火曜日お会いいたしましょう。続いては牛田ゆきちゃんの夕暮れストリートキッズでお楽しみください。それではまた。